くらです。お腹空いた。チョコバットしか食べてない。チョコバットでホームラン出ないし、全然最近チョコバットのホームラン出したくてめっちゃチョコバット食べてる。全然ホームラン出ないんですよね。早く出て。さあ今日はチンジャオロースを作るよ。でもこれね、ピーマンがあればすぐできるんだって。ピーマンを切って千切りにして、いいっぽい。ちょっとお湯沸かそう。お湯でちょっとほぐすらしいよ。よいしょ。ピーマン、ピーマンって洗いますか？ピーマンって洗いますかね？洗う。はい、洗います。ピーマンね、本当はね5、6個でいいらしいんやけどね、ピーマン大好きだから8個買ってきた。違う、9個や。1、2、3、4、5、9個もある。9個も倍入れますよ。9個もあったわ。イエーイ。チンジャオロースめっちゃ久々。めっちゃみずみずしいピーマン。MMP、めっちゃみずみずしいピーマン。ピーマンって種あるかね。ネックレスは。でもピーマン大好きです。じゃあ青の匂い。これ種やばいやつだ。このピンはめっちゃ長い。ピーマン硬い。オケ丸。千切りかー、むずいなー。ハードル高し。どうやって取るんかね。種の効率のいい取り方。何？種の効率のいい取り方を教えてけろ。やば、種の量えぐい。虫取る。むしり取っております。
でちぎって取り寄るかね。種か、種なかったらいいのに。そうは言っても植物だから。種は、うわ植物か、植物食べてるのか。最初に植物食べようと思った人誰なんだろう。ゴロミ、ゴロミね、もう住み着いとるよ、うちに完全に住み着いとる。なんならニャンスキより地位が高くなりつつある。うわっ、どっか飛んでった、最悪だ。さあ、ここから難関ですわ。ピーマン切れるかな。ピーマン私が切れるか見といて、みんなちょっと集中してるからコメントあんま読めないかもしれないけど、ジンジャーロースってどれぐらいかね。これぐらいか。猫の手ってよく言うけどさ、ここする切れるくないって思わん？関節切れるくないって思わん？猫の手怖くない？普通に関節殺しって感じ。切れる場所が変わるだけで安全ではないですよね。言うてますけども、みんな料理とかするんけ。押し切り、押し切りダメなの？植物の繊維が切れるみたいな。確かに押し切りだなこれ。上手よ。ちょっと太いかもしんない。あかり、太い野菜ダメだな。なんか草が嫌いだからさ、嫌いっていうか草感があったら嫌なんだよね。これ野菜嫌いなんか絶対分かってくれるんだけど、野菜が嫌いなんじゃなくて、で草が嫌なんですよね。わかる？トマト好きな、トマト嫌いな人がトマトケチャップは食べれるみたいな感じで、なんか野菜が嫌いなんじゃなくて、キャベツとかが嫌いなんじゃなくて、キャベツの芯の部分とか、なんか植物感があるとかが嫌なんですよ。だからキャベツの葉っぱとかは、葉っぱの部分は好きなんだけど、わかる？あんまり分かってくれてないね。
今日本当にもお腹空いてるからチンジャオロースちょピーマン多すぎるから余ったらあげるわ。キャベツ本当はねキャベツ買ってからもんじゃしようと思ったんやけど部屋の中のものが全部ソースの匂いになることはちょっとテンション下がるなと思ってやめました。何気今年一回ももんじゃやってないかも。去年の冬は狂ったようにやってたのに。ピーマンです。ピーマン好き？みんな子供だから嫌い？大きな子供？小さな子供？一人暮らしだとさ、なんかもはや外食の方が手間とかなんかいろいろ考えたら安上がりだから結局なんかね安いとか言っちゃう、なんか吉野家とか言っちゃう。それもアメリカン屋が一番いいかな、小腹っていうか一人暮らしのご飯には。家族がね、いっぱいいるご家庭とかは絶対料理した方がいいけど。やばい、中華料理屋さんって大変だ。ピーマンめっちゃ切らないけん、毎日。もう料理人の人雇うときにピーマン切る専門の人雇わなきゃいけない波だな、これは。てか序盤のピーマン分厚っ。重ねて切る。そんな高度な技は持ち合わせとらんのんよね。料理初心者なもんで。量結構あるよ。なんでピーマンこんなにたくさん買ったんだろう。お腹すいてたからかな。ピーマンだったらヘルシーだからいいよね。ピーマンでお腹いっぱいにするとかアイドルじゃね。ピーマン結構使うで。ピーマン入れすぎたとこで味変わんないでしょ多分。よし、これラストピーマン。長かったここまで。今日までずっと頑張ってきたよね、汗と涙を何度も拭ったよし、切れたよ、ピーマン。なんか分厚いけど、分厚いっていうか、なんか、うん。すごい広いけど、幅が。まあいいでしょう。炒めたらちっちゃくなるよね。しなしなーって。苦しくて。どうやって作るんだろう。ピーマンやばいね、量。ピーマンを千切りにします。加熱前のフライパンに大さじ1杯の油を入れ、加熱前ね、大さじ1杯とかわからんわ。こんなもんか。青い、絶対青い、絶対青い。ちょっと拭き取ろう。よいしょ。
中火で1、2分あ、これ具が入ってんだ。そう、便利便利。ソース具具って書いてる。具1、2分炒めて、1、2分だって。やっぱ最近レトルトカレーにハマっててね。おすすめのレトルトカレーあったら教えて、みんな。また今度リップしたいやつ。あ、あ、今日ツイッターつぶやくの忘れた。私としたことが、メール送って満足しちゃってた。カレー、ベスティアカレーも食べたことあるけど、やっぱ普通のカレーも食べたい。中火で 1、2分、中火か、ひゅひゅひゅ、1、2分炒めてください。ピーマンを加え強火で1分炒めた後、本品のソースを加え30秒炒めてください。これはソースにね、お湯をかけてね、ちょっと柔らかくしとくとか。よいしょ、美味しそうな感じしてきたね、もう雰囲気からして。どう、みんなテンション上がってる？みんなは上がんないか。どうだろう。すごい今時。なんか私チンジャオロースおとといぐらいも作ろうと思ってスーパー行ったんですけど、ピーマンはまあいいけど、肉とに、まあ、タケノコはあんまり好きじゃないから、タケノコは別にいないけど、だから肉買うのめんどくさいなと思って。高いし、高いし、肉は余らしそうだし、そもそも何肉を買えばいいのか分かんないかったしってことでやめたんですよ。だけどこの中華料理、このチンジャオロースの音だったらピーマンだけでいいって書いてあったから、めっちゃいいじゃんと思って。いつもソースだけのやつ使うんですよね。チンジャオロースのソースまだあった気がするな。 あるわ。好きすぎて買いだめしてる。油の位置最悪。それな、油の位置最悪だよね。改善しなきゃ。1、2分ってどれぐらいだろう。ピーマンだけでいいのよ。1、2分経ったら教えて。七並べしてた。七並べありがとう。私も今日七並べしてたよ、ずっと。あの夜、お昼はねレッスンだったからあんまりできなかったけど、頑張ってる。白だしってしまうの、冷蔵庫に。そうなの。常温で保存って書いてる。ピーマン明るくレンジしただけ。そうなんだ。よし、炒まった、だいぶ。でもチンするために容器に入れたくないかも。ピーマンを加え強火で1分炒めた後、ソースを加え30秒。ピーマンしなしながいいからな。うわ、なんかバッタみたいに見えてきた。自分で自分の食欲なくすこと言っちゃった。ピーマンを、めっちゃ多い、すごい多い。ピーマン、
これ大丈夫かな野菜まみれ。あ、でも良さそう良さそう。で、このソースを、このソースを、ソースを入れて、さ、炒める。もう何でもできちゃうよ。技術がなくても、だって手料理だもん、もはやこれも。で、私がさ、これをめっちゃちっちゃい頃にいっぱい食べたら、母の味はこれってことだからね。これ食べて泣くんだぜ、50ぐらいになって。あーって新庄ロースって一生漢字で書けないよね。私はこういう炒め物系はもう素材がしなしなになるまでもうしなしなに炒めるのが好きなんですよね。シャキシャキ感とかいらない。あ、でもピーマンそんなに多くないわ。普通普通いけるいける、意外といけるわ。やっぱピーマン太かったな。結構水っぽい。こんな感じ。中華料理屋さん行きたいな。おいしそう。タレを炒め、でも確かにタレを入れたらすぐ30秒ぐらいでいいって感じた。もういいんか。じゃあソース多いな。みんなに見守れないからね。4分もだった。こんばんは。こんなもんか。 OK。ちょっともうソースが焦げついてきた。そうでもない。ピーマンのシャキシャキ感が死んでるぐらいが好きです。 OK。 うどんの奥に入れますよ。いいかな。じゃーん。わあ、これ後の鍋洗いたくないめんどくさそう。なんでバーってやんないかっていうと、ソースがめっちゃ入るから。
疲れた、腕が痛い。うまっ、やっちゃえ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 、やっちまえ。めっちゃソース多い、すごいな。私がピーマンを異常に多く入れることを見越してくれてたかのようなソースの多さでございます。オッケー、どうや。はい、完成。どう、ちょっと多いかな。まあラップかけてチンすればいいよね。写真撮ろう。明日メールに送りまーす。お、画面がカメラが曇る、カメラが曇る。あ、美味しそうに撮れてる。よしよし、じゃーん、できました。チンジャオロース袋に 2,3 人前って書いてる。嘘、本当だ。 2,3 人前って書いてある。やば。じゃあ抽選で2名様招待するわ。なんちゃって、え、そっか、じゃあさ、多いんかこれ、多いんか。多いんだったらちょっと唾液がこの中に入ったものを冷蔵庫に置いてきたくないから食べきれない前提でこっから取ろう。やっぱピーマン多い。よいしょ、いただきます。あ、髪の毛にめっちゃチンジャオロースが、あー、落とした、皿ごとピューン、最悪、にゃー、ピューンすぎる、やだー、めんどくさい。なえた、なえなえなんだけど、ズボン変えてこよう。もうこういうとこあるんやね。君ってさ、そこでそこでね。まあいいや、ここの台所の床の掃除ができたと思う。やったのに、なんで一回置いたんだろう。あ、いただきますってしようとしたんだ。あー、オッケー掃除できた。
気を取り直して、あー大変、なんか大変。よかった、ちっちゃい方のお皿で。大きい方落としたらマジで笑えなかったわ。いただきます。うんうん、美味しいけどめっちゃ冷めてる。お皿変えよう。よいしょ。ちょっとテンション下がった。今絶対画面の前でさ、私が落とした瞬間あって言っちゃった人いるでしょ。それでは気を取り直していただきます。うんうん、まだ2枚は確かに美味しい。あげる。はい。あどういたまして。うん、勝ちてる。企業努力、このソースの企業努力だわ。私のやったことはピーマン切っただけだからな。ハプニングだらは生放送の醍醐味ですね。ポジティブ。これ全部食べれそう。落としたから2人前になってるし。ピーマン食べれる。ご飯、別にいらないかな。お腹いっぱいになっちゃう。うん、OK、 終了。残りは明日。なんか最近ね、腹八分目っていう言葉を覚えたんですよ。
なんかね、腹八分目の方がね、うわ、出しパーだった、美味しい食べ物が。私何でも全力で食べがちだったんだけど、今まで。8分目で全然よきよきって感じですわ。そう、食に全力すぎた今まで。まあ頑張れば入るけど、みたいな。てか今までは食べたいものは全部食べてたんですよ、食べたい種類だけど、結局食べれないんですよ、最後までお腹いっぱいすぎて。だから最近は食べたいもの、食べたいもの全部食べずにお腹の8分目まで食べて、次のお楽しみって感じかな。うん、おっぱ、2期生の子がチョコありがとうって言った。あ、そう、今日2期の子にチョコあげたの、嬉しい、あげれて。全員と遊びに行きたい。全然ハマせない。エビさん美味しい。確かにおせんべい米と一緒。これな。うまっ。食べるのもったいないって言ってた、嘘。毎日あげるよ、そんなそんな可愛いこと言ってくれるなら、もう毎日、いや毎時間時速1個の割合であげる。うん、作って、チャーハン作ろうにも米がないわ。チャーハンってどうやって作るんだ、香味ペースト混ぜるんか。炊飯器もない。あれだけ、お米食べたいときはあのレンジでチンするご飯か夜。レンジでチン。送ってほしいお米、でもお米は送れないんですよ。プレゼントはプレゼントで欲しいようなってさ、お米とかさ、ヒートテックとかじゃないですか。マジで実用品なんだけど。見てさあ、結局さ、なんか思うんですけど、なんか痛っ、こけた。なんか人からもらって嬉しいものって、なんかおしゃれなものも嬉しいけどさ、なんか
カップラーメンじゃないけど食料とかヒートテックとかめっちゃ嬉しくない？そうだけどダメ、ヒートテックも肌着だから NG ですけど、そうだから私はあのまあもう冬終わるけどね、ちょっと今度誰かの誕生日にヒートテックとかあげようかなって思ってる。地味に1000円ぐらいするし。そう、まあ送れないんですけどね、ご飯とか。だからまあ友達とこの話です、普通に。アイドルにプレゼント送ったことないわ私。メンバーはあるけど、あの何、自分がオタクとしてアイドルにプレゼント送ったことないですよ。ファンレターはあるけどプレゼントは送ったことないから、そうファンの方からプレゼントたまにいただくんですけど、すごくなんか私のために時間と手間をかけて送ってくれたなって思うとすごい嬉しくなります。うん、くるたん、福田会長のことを知ってファンになって1年経過しました。その間福ちゃんには笑顔、楽しさ、癒し、元気、安らぎなどめっちゃファンや多くのもいただきました。感謝してます。私も感謝してます。現状福ちゃんの夢に貢献できていませんが、そんなことないよ、それでも力になればと思ってます。ありがとう、これからも福ちゃんのファンにさせてください。よろしくお願いします。こちらこそよろしく。ね、嬉しい。なんかそんな私が逆にタワー立てたいわ。ありがとう、クルタン。ライオンしあるから。なんか、ありがタワーですね。ありがタワーですね。1年だって私のこと知って、なんかてか私のことを知った日っていう1年とかさ、なんか言ってくれるとさ、なんか私のことを知った日をこう大事な記念日として覚えてくれてるんだなって思う。それが嬉しいですね。ありがたわ、ありがたわ。あ、キッチンで、ありがとう。え、でも本当ファンの人にね、ファンの人の言葉とかすごく嬉しいですね、いつもメールの返事とか握手会での会話とか、最近握手会ないけどさ、ショールームのこういうコメントとか料理配信とかしたらもうめっちゃみんなからツッコミくるから面白い、今日とかもとか、ファンレターとかね、ファンレターとかもう本当にファンレターをなんか自分がなんかちょっと沈んでる時、元気ない時とか読むようにしてるんですよ。なんかなんか別に返事が欲しいじゃなく、なんかファンレターを読んでるとなんか話を聞いてもらってる気持ちになるんですよね。うんうん、そうだねそうだねって、そうそうだねそうだねっていう、なんかうんうんって聞いてもらえてる気持ちになるから、なんか別に返事が欲しいわけじゃないけど、自分の中で言葉にできないような気持ちがある時とか、なんかもうだ、なんか言葉にうまくできないけど、なんかうわってなる時あるじゃないですか。そういう時とかにファンレターとか読み返したりして、すごく元気をもらうし、なんかもうほんとまっすぐに
すごく応援してくださってる言葉とかね、泣きますね、普通に泣きますね、すごく嬉しいです。監督ハート戦果ありがとう。うまく言えないんだけど、何なんだろうな、なんか私多分アイドルじゃなかったらこんなに人から言葉を綴ってもらうことってなかったと思うから、すごく恵まれてるなと思うし、すごい自分の一生の財産だなって思いますね。いろんな世代の方からこういろんな言葉をいただけるっていうのはもう他の職業ではなかなかできない経験だと思うので、すごく嬉しいし、元気出る、私が元気出す、私がアイドルだから私が元気を皆さんに与えなきゃいけないけど、逆に元気をもらっちゃうなーって思いますね。感謝、プレゼントとかもすごい私のために選んでくれたんだなって思うと嬉しいし、送ったりするのもね、郵便局行ってとかすごく大変だと思うけど、送ってくれたりとかめっちゃ嬉しいし、一個一個すごく大事に見るし、事務所に行ってプレゼントのところに自分の名前、えやった福田に来てるってな、嬉しい。そうだから食ってチラッと見て、あ今日はってで会ったらで受け取ってって思ってすごくあったかい気持ちになります。コメントもこの疲れてる2時前ですよ、もう寝たいじゃん、なのに私のこのチンジャオロースを作ってこぼしてる配信を見てくれてコメントしてくれたり、コメントせずとも見守ってくれてたり、そこのあなた、あとコメントしようかなってコメント欄に打つだけ打って、あーやめようと思って消したりしてるあなた、打っていいよ本当に、うちな切られないかわからないけど、あのコメント、そう私は見てるね、コメント欄ちゃんと、はい、お願いします。あの私の話の時系列、話の流れにそんなに沿わないとか、この話も終わったけどさっきの話のコメント今していいかなとかみたいな、もう本当に気にしなくていいからマジでしていいよ。私がチンジャオロースの話も終わった感じあるけど、終わったって言っても全然大丈夫だから、本当気にしないで、時系列がとか気にしない？私結構気にするかも、ショールームのコメント打ったよ、ありがとう。そう、なんか時差あるときあるじゃん、コメント欄とこの配信に、だけどその時差があるっていうのもこのコメント、このショールーム見てる人はもう分かってると思うし、私も分かってるから、てかこのショールームは私がいいって言ったらいいから、そういいよ、見逃してからもう一回落として嫌です。白だし見ると安心する、白だし美味しいよね、鍋したいな冬が終わる前にもう一回。鉛筆チョコ、
何の曲吹いてるか当てて。恋するフォーチュンクッキーです。うん、割れた。恋するフォイヤホンの人ごめんね。うん、5時過ぎに福ちゃんと再生中入れました。明日も5時からやるわ、アハの。明日の朝からてか5時から7ライブやってるんですよ。そうだけどもうフラフラ寝落ちしない寝やすいそうながらやってるから、でもやってるんで、そうちょっと出す時に遅くなったらごめんね。当たった人、私めっちゃ寝ぼけてるからもう出す判断能力が鈍くて全然もうダメかもしれないけど、そうやりましょう。なんか大体みんなが会社行く時間ぐらいまでやってる、特に そこまでバーってやって、そこからはこうちょっと自分のことねしながらやってみたいな。でボーナスタイムにまたちょっと倍増券とか使いながらやったりして、やっぱでもやっぱなんか一人本当私だ一人が頑張ってもダメだから、みんなが頑張るっていうか、みんながちょっとずつやってくれて、で頑張れる時間とか取れる時は頑張ってもらってってしたら絶対結果がついてくると思うので、はい、ちょっと私もできる限り頑張ります。別にみんなに、ね、ご自由しろって言うんじゃないけど、まあ、やってるからよかったら朝もね仕事行く前とかに一緒に並べやってみてくださいっていう感じです。そう私だけ頑張ってもだいぶみんなの力が必要なので頑張りましょう。もう56分、誕生日もギフトとかもありがとね、ハートとかだるまとかも。うーた手紙書くと気づいたら何時間も経ってたりする。え、わかる。わかるわかる、それ。わかるわ。私のツイート書くときと一緒かな。そう、ちょっと違うかもしれないけど。りょんや、りょんやありがとう。やしがき、会えなくて思いが募る今日この頃です。ほんまそれよ、マジで。会いたいですね。拍手会ありますように。柏木まさき、りょうりありがとう。しなやもありがとう。舞浜楽しみにしてるね。あ、舞浜楽しみ、ありがとう。松前ラブユー、ラブユー。かんちゃん、お疲れのところ今日も楽しい配信ありがとう。こちらこそ見てくれてありがとう。かんちゃん読んだ。タレゾー、タレゾーありがとう。 TMFM ふちゃんも今週握手会は延期だけど舞浜行くので楽しみ、配信ありがとう。ありがとう、舞浜いっぱい人おるけ見つけてる私のこと。近いしありがとう。ぶーちゃん熟卵伝を含めるの、あかりんさんあまりに可愛すぎて意識失う、やばいやばい気をつけて、おやすみ。監督ティッシュ買わなきゃ覚えてた、あかりちゃん。あ、そうだ、ティッシュ買わなきゃ。でもティッシュ買うの大変、なんかうん絶対一番安いところで買いたいからと思っていろいろ見てたら結局何も買わずに買ってくるっていう。含めるに帰省始まって見に行ったりお菓子差し入れたり気遣ったり、副キャプテンとしては不安を感じる。とんでもない、ありがとう。
そう、でも2期生のみんなのことをねすごく早く仲良くなって、こうドラさんとかはもう今めっちゃもうマブだから、そんな感じに早く仲良くなりたいなと思うので、そう全員とね距離を縮めたいなと思ってます。そうありがとう、気遣ってくれて。ドイちゃん、そして1位はクルタンでした。クルタン、タワーもありがとう。1年記念日、これからもよろしくね。というわけで、私が福田はって言ったらセトウチって言ってください。いきます。アニオサト、福田は、セトウチ、サンタのメッシュを選んで決まり、香川県出身のくちゃんこと福田会でした。皆さん疲れんこ、安心みんゼミでした。それでは、明日も一日頑張りましょう。金曜日だ、平日最後、頑張りましょう。室内部も頑張りましょう。はい、ショールーム見てくれてありがとう。よかったらフォローしてください。メールも明日送ります。はい、みんな元気に楽しく仲良く、そしてお風呂入ってない人は早く入って早く寝る。そう、もう今無駄にした10分は朝ね二度寝したかった10分だから。そう、あー自分に言い聞かせてんだよこれは。はい、おやすみんみんゼミです。お疲れんこん、うどん食べてね、うどん食べて福ちゃんのこと思い出してね。やねこラブ。おやすみー、バンガロー、夢が合いましょう。